です。でも本当にすごいね。ここの空間男しかいないから。そうだよ。じゃあ待って。じゃあ一回雑談タイムさん。みんな。じゃあライ様に質問。はい。ライ様に質問。ライジンに質問が来ます。ライジンに質問。何でも答えます。よく俺飛んできたね。はい、ド S かド M か。どっちかって言ったら、まだ半分でいいじゃん。どっちかって言ったら、2択でいいの。どっちか、もう本当別に確定ではない。どっちかって言ったら、2択だと思っちゃう。どっちだと思う。ド M だってくれ。いや、ド M だ。これはド S だと思うのは、ド M だよね。ド M だってほしい。俺はド M であってほしい。俺はド M であってほしい。S か M かで言うと。シャカ様 M であってほしいな。M であってほしいよね。あ、S です。S は解釈一致すぎる。解釈一致すぎだ。ジャスは S か S か M なのか。ド M。 解釈一致すぎ。そんな知りたくねえって。解釈一致すぎ。ジャスはド M。 即答悩むこともなくド M。もうひどすぎだろうなって感じだよ。解釈一致だよ。お前がド S だったら逆に燃えるよ。スタさんどっちだろうな。俺 S 気味かな。でも言うて、まあでも、うん、まあ、いやどうだろうな。分からんでもない、分からんでもない。いやどうだろうな。いやこれまだ嘘ついてる。まだ疑える。うん、まだ疑える。疑えるんちゃう。ド M の声が聞こえる。聞こえる音が聞こえる。いいって。俺はいい。シャルシは経験を経て M になっちまった。自分は何か精神的に。失礼します。精神的に言われて。経験的に精神的負荷を受けすぎて、勝手に M になっちまった。気づいたら M やったら。答えまして怒るっていう。仲間がいると思う。コメント欄に。シャルさんだよね。いや、仲間いっぱいいる世界に。シャルさん、警戒するな、お前は。経験を経てね。ああ、分かった。